吉田さん、引きこもりって一体何なんでしょうね。3日間引きこもったらやっぱりじゅくじたる思いがするもんなんでしょうか、それとも10年超えたらやべえな俺の引きこもりも随分長くなったなって思うのか、それとも30年ぐらい引きこもりしてたらそういう風になっちゃうのか。まあ個人差があるっていうかね。5、6時間誰にも会わずに部屋の中にいたら体がうずうずしちゃうって方は、これはこれで自分が引きこもりになってるっていう風に感じてるのかもしれませんし、でもね、やっぱり20年30年社会に出てなくても別に何のストレスもなくって、それも一つの生き方だよねっていう風に思える人もいるんで、なんかその引きこもりっていう言葉がね、ものすごく状況を美化するように働いてるんじゃないかなと思ってしまうんですよね。まあ旗から見たら私も引きこもっているというふうに思われていた時期があったのかもしれませんけども、私としてはね、なんかちょっと長い眠りについたかなぐらいのもので、いわゆる誰かが作った言葉には拘束されてないかなっていうふうなことはありますね。うつって言葉もあるんですけども、なんかね、うつ病だって診断されたらうつになるってね、よく言われることですけどね。一時的な気の迷いが連続してるだけとかねそんな解釈もできるかなと思っちゃいますね。吉田さんが言われたように、結局どういうふうに行きたいかっていうふうに遠くにゴールを設定して足元を見ながら動き始めるっていうふうに私は思うんですけども、結局どう行きたいかっていうことですよね、吉田さんのキーワードとしては。それがない限り、叱咤激励しようが脅そうがどうしようが、それはまああまり意味がないと。脅しによって人が行動したりとかね、なんか不安によって人が行動したりっていうのは、結局その大した原理原則ではないんだろうなと思います。求める方向に人は歩いていく。暗闇にちょっとした光があると虫が寄っていくようにね、私たちもその暗闇の中に小さな希望があるとそっちの方に向かっていくのかなと思いますけども、そもそも光を見ていないんだったらね、下を向いちゃってでこもっていて見ない状態だったら、まあ、それもないかなと。ただまあ人生っていうのはいろいろ感じますからね。先日も73歳の方が、いわゆるこれも引きこもってだけですよ、40年間。でもインターネットを見る、要するに世界とつながることによって覚醒するわけですよね。今更ながら始めるというね。でも今日から輝かしい人生が始まって、おすげえこれみたいになるとしたら、今までの40年間ってもしかしたら役に立ってるかもしれないですよ。40年間そうしていたから、あ、なんかそろそろ死にゃいけんなみたいなね、そんなことがあるのかなと思いますしね。で、将来を考えると、あんまり考えすぎるとね、不安しかないですよ。やっぱり遠い未来に目標を設定して、あとは足元をっていうのは、私がそういうのはその意味があって、結局ね、親が長生きしようが財産がいくらあろうが、もう先は分かんないんですよ、ね、例えば親の問題がありますよね。親に食わしてもらって親が先に死ぬ、そしたら自分の財産も尽きて自分もその後長く生きられないなっていうのは、これ会社勤めしてる人も言えませんかってことなんですよ。会社に勤めてる間は毎月給料が入ってくるけども、会社が倒産しました、業界が疲弊してなくなりました、どうします？親が死んだのと同じ状況ですよ。もうそっから先ないわけですよ。だからね、引きこもりだって言うんですよ。仕事をする引きこもりですよね。勤務してるようでいて勤務していない、搾取してるんですよね。会社を搾取して会社の資源がなくなってしまうと一緒に終わるみたいなね。だから会社員全部が会社に貢献していれば会社なくならないんですよ。でも給料以上のパフォーマンス出してない人が増えれば増えるほど、会社はどんどん体力を社員に奪われてなくなっていくんですよね。社会情勢の変化とか感染症とかキャッシュフローとかではなくって、社員に食われてしまうみたいな現象が起きます。そして先のことを考えるとね、本当にね、何が起こるか分かんないわけですよ。お金が十分あります、親も裕福です、でも自分が急性な病にかかってもう明日をも知れない命、半年の命です、これどうですかねってことなんですよ。だからあんまり考えてもしょうがないのかなと。まあ今日最後の一日だろうと思ってやればいいんじゃないかなと思いますよね。まあまとめるとね、自分の思想は無限に生きると思って立てる、
そして行動は今日が自分の人生最後の日だと思ってやるというね、このパラドックスを融合させたところに、まあ、原動力っていうのが見つかるかもしれないですね結局分かんないんですよ。私はね、やりたいこと欲しいことが今日思い浮かんだら今日のうちにそれを実現しようと思うだけなんですよね。でも将来こうしたいなって、例えば10年後までにはこうしたいよねって言ったら10年経つうちにもう忘れてるし変わってるんですよね、だから何とも言えないですよね。で今引きこもりで悩んでる方も、それなんで引きこもりで悩むのか、それはこれからも引きこもりをするつもりで悩むのか、それとも引きこもりをやめたくて悩むのか、ここすらよく分からなくなってくるんですよね。親が今元気で生きている、だったら別に親が死ぬことをそんな無理やり考えなくてもいいじゃないかってことなんですよ。確かに誰かはいつか死んじゃうよ。じゃあその死ぬことをね、10年後か20年後か30年後か分かんない死ぬ時のことを考えて今から不安になって不安の先取りしてどうするんですかって、それ楽しいんですかね。よく老後の心配する人いますけども、老後っていつ来るんだと。50代になろうとしてる、50歳になろうとしてる私ですら老後っていうのは20年ぐらい先なんですよ。そんな20年先のことなんて分かんないですよ。今引きこもりで悩んでる方ね、はっきり言って引きこもりで悩んでる方はもう400万人もいるんですよ。ってことは少数派ではなくて珍しい意見ではないんですよ。何が言いたいかっていうと、10年後とか20年後はもっと増えますよ。もっと増えるんで、いや俺も引きこもりしちゃってさみたいなね、聞きません？俺も昔に引きこもりだったんだよみたいな、ね、そんな明るいんですか引きこもりって、まさにね、今引きこもりですみたいな人はあんまり交流がないんで、手挙げて、あ、今引きこもりしてるんですけどって人はちょっとね、それは違うと思うんですけどね引きこもりっていうのはなんか定義するんだったらね、今誰とも関わってないから引きこもってるのに、いや俺引きこもりなんですよ、引きこもりなんですよ、引きこもりなんですよって、一体どういうことなんだと、どこに対して引きこもってるんだって話じゃないですか。ずいぶんお前出てきてんなみたいなね、引きこもって2チャンネル見てコメント書いてますとか言って、いやお前2チャンネルの間でお前有名人だよって、かなり出世してるよみたいなね、そんなことにもなりますんで、だから結局自分の状況を美化して美化して美化してすごいでしょみたいになってるということなのかなと思いますよね。いや本当に悲惨なんだったら、もう誰にもすがることなくね、気づかれることなく、気づいてとも言えずに消えていくんですよね。だからそれは本当に深刻です。だってその人が人生終わらないと誰にも気づかれないわけですから、これが引き込みですよ。だからね、その程度の差はいろいろあるんですけども、自分がワーストだっていうふうに思うところから、ちょっとボタンの書き間違いがあるのかなと。確かに今やばいんでちょっと気づいてくださいっていうのは、それはね本当にもともと声を上げていただきたいことだと思いますけども、それができたんだったらもう次の一歩っていうのはそんな遠くないと思いますよ。ただね、どうなんなければいけないってことはないんで、他人が決めることでもないですしね、知るかよって話ですよ。やりたいようにやると。今日もそうは言っても動けませんでしたったら、それ一番の希望が実現してるわけですからね、よかったじゃないみたいな感じですよね。そして再度言いますけど、引きこもりっていうのは一体誰がどういう定義を持って引きこもってるってするのか、それは自分自身なんですよ、ね、1日引きこもってそれが引きこもりだっていう人もいればね、30年引きこもっているけども、いやそんなことないですよと、十分自由に暮らしてます、たまたま今ね一人でやることがあるんでかもしれませんしね、その人なりの世界観があるんで、誰かの決めた引きこもりっていう言葉に束縛される必要はないのかなと思いますよね。結局誰かが決めた言葉であり概念であり価値観なんですよ。まあくだらねえと、俺は俺で行くんだと、ど真ん中は行くぜみたいなね、そんな身勝手さもあってよろしいんじゃないですかね。結局は自分が生きてるってことは自分以外のものを吸い尽くしてるってことですからね。社会の役に立たなければならないみたいなことはね、学校で教わったんでしょうけども、お父さんお母さんが言ったんでしょうけども、社会の役に立たなければならない、社会の役に立ってない人っていうのは生きててダメなんですかってことになるじゃないですか、まあ、いいんですよ、昆虫だろうが、ね、ワンちゃんだろうが人間だろうが大差はないですよ、生きて生まれて死ぬ、みんないなくなる、終わりって感じですよね。だからね、まあ、私は見える欲望は全て叶えたいなと思いますけども、そもそも見なければ欲望はかきたてられないんで終わりというねまあ、なんともね究極的な話になっちゃいましたけども、なんかあれじゃないですかね、ああ生きててよかったなって思えることがちょびっとあれば上出来なんじゃないですかね、
生きてるだけで上等ですよ。あの介護職を長い間やってきて、で、まあ全身麻痺の方だからね、深夜介助してると全身麻痺の体が動かない方でも脳の方の中でね幸せを感じることができるんだなとか、ね、思っちゃうとね、五体満足で不満を感じてる方がどっちが障害があるのか分かんなくなっちゃいますよね。あとは全くコミュニケーションができない、まあそういったね症状の方もいます。自閉症の方とかね、その他にも本当に鬱どころじゃなくってもう脳性麻痺とかね、外部とのコミュニケーションがほとんどできない方います。言葉のやり取りができない方もいます。何人もそういった子供たちとも出会ってきましたね。でも同時に私は社員を抱えていました。言葉が通じる社員に対しては全然通じるものがないのに、自分がヘルパーとしてね介助していた子供たち、言葉もわからない子供たちとは一定の信頼関係ができるとね。私が迎えに行くと遠くからバーッと走ってきてね、飛びついてくる、首根っこにこうやってね抱きついてくる、そんな子供たち、いや大人でも同じです。大人でもやっぱりそういうふうにね私の顔を見ると近づいてきてくれて精一杯の愛情を示してくれる。でもなぜか言葉が通じる、そしてまあ IQ 知能的にははるかに優れてると思える一般人に対しては愛情は感じれなかったり、敵対していたりとかね、不満を持っていたりとか、せっかく職場があって働けて自由を買い取ることができるやつの方がなんかね不満を見つけるのが上手でね、人を攻撃することに躍起になってるんですよね。どっちが障害者やと思っちゃったりしましたね。何なんでしょうね、はい、ということで今日は以上ですね。なんかね引きこもりの定義は人それぞれかなと思います。私も隠居してますけども本当の引きこもりなんじゃないですか、こういうのがね。誰とも会わないというね、家族ね、家族だけですよ私の人間関係は。ざまあみろと思いますよね。こんなね時代がやってきたと。 YouTube があるおかげで、要するにリアルで人と会わなくてもリアルで人と会えるというね、これが引きこもりという概念をなくしたんじゃないですかね。 YouTube がなければ本当にね孤独でじめっとしたものでしょうけども、今私はね快適に一人ぼっちを過ごしてますよ。孤独が最強だということでございます。まあ、孤独じゃないとねできないですよ、自分の内側を掘り込んでいくこと。そういえば他人に会ったのっていつかな、この前吉谷さんと会ったのが久しぶりに人と会いましたよ。すごいですね本当。私もねコンビニすら行かないですからね、ざまあみろ。最近では宗教も来ないというね、寂しいな。行ってらっしゃい。